テロのニュース見たか。まったく、呆れるほど物騒な世の中になっちまったもんだよな。こういう事件があると、俺たちの敵はニューコムだけとは限らないって気にもなる。ところで、珍しくディジョンのやつ、俺には何の相談もなく有給休暇取ったらしいんだよ。この忙しいって時に何考えてやがるのかさっぱりわからん。奴とはもう随分長いことチームで飛んできた。だが、最近の行動や言動には、この俺にも理解できないことが多すぎる。何のためか知らんが、こそこそと嗅ぎ回ってるようだしな。もちろん俺は奴のことを悪く言うつもりはないが、ただ、この予感は何か嫌な感じなんだ。それだけはお前にも知ってほしかっただけだ。ニューコム所属のスペースシャトルが衛星軌道基地から帰還するという情報を入手した。軌道基地から資材を運搬するはずだ。これらが奴らの手に渡るとなれば、ニューコムは今後の兵器開発にあたり大きなアドバンテージを得ることとなる。そこで帰還直前の隙を突き、シャトルの破壊作戦を行う。姫がお城に帰っちまった。
目標の破壊に成功した。罪には新素材開発に関する実験データと判明。どうした相棒、なんとか始末したな。この調子ならディジョンも隊長から廃業か。まあこんな時に休暇を取るやつのことは忘れて俺たちだけでやっていこうや。たまにはそっちからも連絡してくれよ。飲みにでも行こうぜ。ああ、でもその時は俺の昔話を嫌っていうほど聞かせるから覚悟しといてくれよな。